バーレーンインターナショナルサーキットはバーレーン南部サヒールにあるサーキット。2004年から F1 バーレーングランプリが行われている。中東で初めて F1 が開催された場所でもある。首都マナーマから車で約1時間。サーキットは砂漠の真ん中にあり、暑さと砂に悩まされる。設計はヘルマンティルケが担当した。コースは 複数のレイアウトで使用できるようデザインされている。F1 では2009年まで5411メートルのコースが使われていたが、2010年より従来の第4コーナーと第5コーナーの間を延長した6299メートルのレイアウトに変更された。しかし変更後のコースがドライバー、観客ともに不評であった。後に2011年より、 元の5.411メートルのコースに戻されて開催されることが発表された。2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行によりシーズン終盤戦に2週連続で開催されることになり1戦目は通常のレイアウトでバーレーン GP を2戦目は F1 では初めてアウタートラックを用いサヒール GP として行う。アウタートラックの全長は F1 開催サーキットでは、モンテカルロ市街地コースに次いで、短い 3.543km で、F1 のシミュレーターによると、予選ラップは55秒以下、決勝ラップも60秒以下と1分を切るタイムが予想され、実際に、レース本番では、予選ポールポジションで53秒台、決勝ファースティストラップで55秒台が記録された。ありがとうございます。